2023年3月27日月曜日分の雑談配信を火曜日の1時半にやってます。よろしくお願いします。えっ、ー、と、漫画大賞2023みたいなのが新しくて、それでそこで1位を取ったのが、書いてから死ねっていう漫画が受賞したみたいなのね。書いてから死ね。なんか、強烈なタイトルだなと思ってさ、 うーん強烈。まあ、キャッチーとも言いますが、あそんなタイトルに堂々と死ねって書いてるような漫画が今1位取るんだっ,つって。1位にすると、ね、やっぱ目に触れるから。これはなんか、うっせーは効果だなと思ってさ、その、強烈な一言を言って、ねな、内容があるなしじゃなくて、えー、あれですよ。 なんか、そんな気がしてさ、えー、この漫画読もうかな、読まないかなと思って、ちょっと読むのやめようって思う感じの、僕はやっぱ昭和の人だから、あの死ねえなんて言っちゃダメだよっていう風にね、汚い言葉を使っちゃいけませんっていう風に言われてこう育ってきたから、今の人たちは多分そこに抵抗がないんだと思うんだよね。えー、だからそれは、 幼稚園児がうんこのネタで笑うみたいなさ、うんこっていうだけで笑うみたいな感じで、死ねとか、殺すぞとか、ーうっせえわっていうことにけけっけ喜ぶっていう、なんかそんな感じがして、これでこの漫画の説明があってね、こんばんは、みんなよく、まあ起きてるね、ありがとうございます。東京リベンジャーズ見た <laughs> <laughs> 僕は見てない。 <laughs> じゃあ言うなよ。えっ、ー、と、はい、何、えー、日付変わって今日、何火曜日の23時に青沼さんがゼルダの、ああ、10分のやつね、なんかやるみたいですね。嬉しいですね。ぜ、え、ひ、ー、見たいと思います。10分しかやらないよっていう風なので、青沼さんがやるんだっていうので。ああ、東京リベンジャーズは見てな、ね、い。僕も見てな、ね、い。 <laughs> 全然関係ない話 <laughs>。で、ま、漫画の話ちょっとしたくて。あの、まあ僕も漫画離れをちょっとしてたりとかして、今流行ってる漫画とかね。それこそリベンジャーズ売れてるって言っても、じゃあ見ようかって言って見るわけじゃないしさ。宝石の国は見てるけど、天国大魔教は見てないみたいなさ。スキップとローファーは嫌いじゃないけど、全巻揃えるほどじゃないとかさ。 だからコミックス買ってんのチェンソーマンぐらいなんですよね。ねそのチェンソーマンだって展開が遅えなって思ってさコミックで読むとさらに遅えなって思ったりとかしながらですね。えー、そんな中でその、まあ、漫画も売りたいからいろんなキャンペーンとかコンテストとかその読者が決める勝手なこうランキングみたいなのでまた一個決まったわけですよ。その2023漫画大賞というのはでそのタイトルが。 書いてから死ねってやつで、あの、あのな高校の万研みたいなのに入ってる人が、コミティアっていうその同人即売会に参加して、そこで自分のオリジナル漫画を書きたくなって書き始める。で、その学園群像劇というか、うん、そういう話らしいんだ。個性的な人が集まったりとかしながら、自分が思い描いた漫画を、うん 世間に発表してから死のうとあ <laughs> いう話なんだけど、らしいんだけど、もうすごいね、タイトルが本当危険で、なんで死ねって言うんだろうなってもう、まず僕は古い人だからそこに引っかかっちゃうんだけど今そ、今の人のその、令和の人はさ、今、今、ティーンでこの漫画見て、別に死ねって言われてもなんとも思わないっていう人、 なのかなぁと思って読者層がさんだからその不思議だなぁと思うのは昨日はカンコレの話をした時にそのカンコレのキャラクターがアニメで死ぬとすごいこうアレルギー反応を起こす人がいたりするわけですよ、えー、かたやその死ねという言葉に対してすごいかさぶたができてる世代ってのがいるのかなぁなんていうふうに思って こ,こんな口汚い言葉を言っちゃいけませんっていう教育はもうすでになくなってんだなとか、小学校で道徳の時間がなくなったからこうなるのかなみたいなさ。で、言葉としてあるから言っちゃいけない言葉になってないし、僕が言ってることはむしろ今の時代においての言葉狩りみたいなことを僕がしてる立場にもなるのかもしれない。しねえなんて少年漫画でもなかなか言わない。 <laughs> 昔、ドラゴンボールでも言ってたよしね、って <laughs>。とかもあるんだけど、こう、今はタイトルに死ねって入ってても大丈夫。あと、異世界おじさんの作者のほとんど死んでるとかも、みんな気にしないんだなっていう風なのがあって、その、いわゆる死、あの、インターネットだと死ねって書けないから、読んねって書くか、読んねって書くか、多ひねって書くっていうのでね。 えー、ある、あの感じね。なんかそれをちょっと感じました。あの怖いあの。いつか機会があったら見んのかな怪獣八号ぐらいだとタイトルも別に嫌じゃないし、見ようかなって思うんだけど、書いて、書いてから死ねっていうのは、その、わかるわーって思う人とか、漫画見ると全然そんな内容なんじゃないんですよ。 っていううことだとだだは思うんだけどでもタイトルにこの言葉入れる人を僕は読めるんだろうかっていうのを今日はあ思いました、ね。それだけです。<laughs> <laughs> じゃああともうどう,どうでもいい話今日「二時三時チョコ」っていうのを見ました。えー、とっとビックリマンチョコが、えー、いろんなのとうこうコラボしてるわけだ。 北斗の剣チョコとか、筋肉マンチョコとか、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、進撃の巨人チョコとかさ、あの、とにかく話題のやつとコラボするっていうのがね、今、ここ,こで VTuber なんだね、と思ってさ、ね、出てるキャラクター全部然全わかんないし、透明でしか見なかったからあれだけど、あれは、y o u t u b e r チップスっていうのもちょっと前に出たりとかしたと思うんだけど、やっぱ、 それはどうなんだろう。今、その、売れてるバロメーターとして、このチョコに出たりとかすると、少しは話題になったりとかするんですかね。なんかそんなの思いました。以上です。えー、今の子は死ぬというイメージに対して、なんかこう、明確にそれがとてもダメなものだっていうことを思ってない人たちが住んでる世界線なんだなっていうのを改めて、 その書いてから死ねっていうのに思ったっていう話をどうしても今日したかったっていう話でした。えー、ありがとうございました。終わります。